こんにちは、速稼塾の久保です。私の運営する速稼塾、私も、第一線のプレイヤーとしてやってる部分があるんですね。少なくとも私はその YouTube のアップロード本数に関して我が速稼塾の塾生には全く引けを取らないと思うんですよ。だから圧倒的な結果を出し続けていると思うんですね。で、これはやっぱり大きな意味があって、やっぱね、あぐらをかいてのんびりしていればついてくる人がそこまで行動しなくなっちゃうってことなんですよ。もう圧倒的なね、地位から圧倒的な量をやってるから、ああなるにはあそこまでやらないといけないんだっていうふうに思い出していただけるし、言うこともできると思うんですよね。その中で高度な編集技術とかタレントを使ってるとかね、特別なテロップを入れたり音楽を入れてる、それはそれであると思うんですけども、私はそんなこと一切してないです。一発撮りでスマホで撮ったのをバーンとね出してるだけと、もういわゆる喋ってる内容なんですよ。喋ってる内容を情報解釈発見、そういったものを私はね、こうたどたどしい言葉でずっとねつなげてるだけなんですよ。だから喋りが上手下手とかあんまり関係ないと、美しく喋らないとダメってこともないと、モテる力を発揮すればそれが、全て結果に結びつくと思うんですよね。ただそれだけだと思うんですよ。その中で足りなければ、自分の目標としている結果に足りなければ工夫をしたりね、もうちょっと学習してみたりっていうところで徐々に進化すると思うんですよね。それでね、やっぱりこうも思うんですよ。一つの会社を経営してるとして、自分の一人の会社だと忙しくて手が回らなくなりますよね。で、自分が目いっぱい働いて忙しくて手が回らないから、その手が回らない部分を人を雇うと思うんですよ。その逆にはなんないんですよね。雇った人に全部押し付けてね、で自分はできることだけやるみたいなね、それだとやっぱ会社ってのは社長が一番動いてこそ会社ってものが成り立つのに、社長が一番動かなければ、アルバイトとかね、従業員の会社になってしまいますよね。やっぱ社長が第一線で動くことによって、お客様とか取引先も社長と一緒に付き合ってもらえるんだと、社長に相手にしてもらえるんだってことになると思うんですけども、でもね、社長が出てくるんじゃなくって、いちいち部下とかね、下っ端の者が出てきたら軽く見られてんなとか思って、やっぱり真剣に付き合ってくれないと思うんですよ。だから会社の経営ってのはトップが常に対外的な顔になるってことだと思うんですよね。で、そのためにはトップが切れ者でないといけないし、現場を最もよく知ってないといけないと思うんですよ。それこそね、現場第一線でやってる一スタッフよりも社長の方がいつも専門家であると、ね、で、ネットビジネスに例えると塾長がいざという時にはね、塾生と勝負して常に勝つみたいな状態にしておかないと、それは人を引っ張っていけないんですよ。セールスにしても商品作りにしても何にしてもね、やっぱ勝負ですから。塾生さんとも結局同じ情報というね、フィールドで戦ってるわけですから。だから塾長が稼げなくなって塾生が稼げるようになりました、こんなね笑い話じゃないですよ。だから一緒に稼ぐのはもちろんだけども、やっぱり塾長にはかなわねえやっていうふうに思わせていかないといけないんですよね。時間的にも金銭的にも信頼という面でも塾長が全部かっさらっていってるみたいなね、そういうふうにしていかないとやっぱりね、勝負にならないんじゃないかなと思うんですよね。吉田さんもそういう気持ちでやってると思いますけどね。そんなところですかね。でも仮にもね、社長がサボっていて社員に全部押し付けるっていうのもないでもないですよ。そしたら社員はいつか社長になって親方になって俺もふんぞり返って部下を顎で使ってやるんだみたいなね、そういうふうなエネルギーになるかもしれませんからね。そこはどっちを目指すかはあなた次第ということでございます。